おはようございます、ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。精神科の薬飲んでたんですけど、一つここに悩み事がありまして、食後に1錠飲む薬と、やっぱで、いつも寝る前に飲む薬、最近になってその効果を実感し始めました。これはどういうことかって言いますとですね、朝にいつになっても眠いんです、これが確かに眠れない問題で悩んでます。今でも悩んでます、確かに。はい、ただそれはぶっちゃけ言えば、もうコメディに書いたから言っちゃいますけど、僕の精神の問題ですよね。精神の問題で不安要素があって、体がね、異常をきたして寝れないんであって、じゃあいざ寝たらどうなるかって、薬が効いてるんですよ先日コミュニティにあげました、僕のねキャラクターの点数表が変更されました。いよいよ、まあ半年分ぐらいに変更したんじゃないですかね。ちょっとテロップで出しとくね。はい、そう、点数表を変更して、まあ大きく変わった点があるとすればですね、一つはですね、いなかったゲレゲレが出たことと、ごめんって悪かったって結構前に気づいてたんだけどさ、それだけのために直すのめんどくさくってさゲレゲレがね、いることと、2回攻撃の武器の主人公の点数が増えたこと、これでかいですね。正直見てる限り、その大会見させてもらったんですよ。なんか天かける竜の剣技だろ、スターライトだろがたくさん出てきて、これじゃあ主人公の2回ゲーだなーとなって、2回攻撃の武器はね、ちょっとね点数増やします。ちょっとはやぶさの爪には申し訳ないんですけどそしてもう一つはですね、一部モンスターの点数が変化して、特に気になった点、三尺の変更がありました新三尺入場です カロンかグレートーラスの代わりにカロンが、ああ、なんもね、相性すら何も発動していない。そしてなんと HP 脅威の1800、嘘、1800なんかで戦えると思ってんの、何これ。グレートーラスがさ、今までいてくれたからよく、ね、新三尺に変わりましてですね、この点数表っていうのは対人戦での点数表になりますんで、こういうアーケードモードや大魔王戦ではまたちょっと違ってくるのはまあご了承ください。ただね、個々の戦闘能力を吟味した結果、カロンが下がりました。三尺になりました。さあカロン、いけるかお前なんか負けそうやぞなんかメンツ負けてるよ。ね、メンツが負けてる。死神がああ、もうあかん。さあ、新三尺カロン、その実力は、いきます。力34から繰り出される乱術いきます。くらえ。うわ。嘘。マスタードマスキャンしたよね。あれマスタードマスキャンしたんだけどな。おかしいな。マスタードマスキャンもしたんですけど。いやー。まあカロンは能力見ればわかるんですけど、とにかくひどいです。さあ甘い香りで。いくぜー。冷たい香り。あかん。ちょっと頑張って。モンマス99なんす。いきます。いくぜ。くる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 。ハイドラキューバッカーやるー。ドルマが強く見える。ドルマが強く見える。よくわかんねえけど、ドルマが強く見える。あれ死神強い、もしかして。お、ライズズ。いけ。ライズズいきます。このね、賢さ134から繰り出せる力の一撃。力なんだよ。なんでだよ。雷術って書いてあるんでね、賢さでやってくれよってマジで思いますよね。賢さが130あるんですけど、まあ、賢者と組まない限り、その賢さを生かすことはないです。はい。どっちも物理、まあ特技ですからね。うん、どうすりゃいいのかわかりませんもん。まあ、グレートオーラスは、打撃に弱点だったじゃないですか。でもナックルスタンプで力はあったじゃないですか。獣相性とか一発屋相性を持つからいいんかなと思ってたんですよ。カロンはもう何もできないカロンはこうしてみると第3の技解禁しないと何もできないんじゃないかというね、思いつきからね、おーや、死神が本当に俺死神ちゃん今日はちょっと調子よくない、いけマシンガンでレシャー、いくぞ食べなきゃ、ボロ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 勝てた。
さあ今回ですねこの新三着パーティーでねアーケードモードに、ね、もう僕にはねもう先行きがねもう見えてるんですけど、もしかしたらこいつらはやってくれるかもしれません。いやーもうこれ超えれなんじゃない、ちょっと待って、これ超えれねえんじゃねえか、え、やばくない、うん、やばくないこれ、なんか1500しかねえ。何モンバト始めたばっかなのかなこいつらみたいな。あのね、評価すべき点はカロンは雷の技が使えます。ただ雷の技はモンバトによって確かに強いんですよ。ただ本人の力や威力が低すぎるっていうのが本来で脅かす、やばいって。よし、おー危ねえ。さあカロン行け、雷術だ、頑張れ。なんかもう誰に当たってもダメやな、これ。アムライオンいけるか、いけ、俺行くぜ。アムライオンで260ってどういうことな、アムライオンなんやね。力が低すぎる。あー食らった、やばい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 。やばいってお前ら、何これ、やばいやばいやばい、本当にやばいって。あ、まあカノンね、だからこういうわけでとにかくどうすりゃいいか分かりません僕には。そりゃ納得の三尺ですよ。だって死神がまともなんか死神お前まともに見えてきたぞお前。行くぜ暗黒のドルマ、はーい、やるわー、つえー、あれ死神つえーじゃん、やるじゃん、おい強いじゃん。さあ万歳くん不動の三尺その3、全然聞いていません。おい不動の三尺ちょっと不動の三尺の死三尺がねあまりにもひどいっすねこれ。なんか死神がすげえまともなモンスターに見えてきたわ、なんか死神はナイトリッチがもういることで全ての意味がなくなりました。いけ平井心だ、頑張れ、なんやこれは嘘でしょやばい、メラミやばいって、マンドリックがやばい、マンドリック弱点も多いしな、うわもうマンドリック弱点も多いしステータスも高くないし、え、ちょっと待って、これとどめ打たないと死ぬぞ、あかん、とどめ打たんとダメだ、とどめ打たんと魔王戦すらいけねえわ、やばい、やるしかない、これとどめ打ちましょう、いや、しんちゃん頑張っていくぜ、くる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 、いくぜー、ストライなあ、強い強い、あれ強いじゃんお前、相手に恵まれてるかもね、ドルマが普通に強いのが面白いななんかよくわかんねえけど、こうやってサンタで並べるとさ死神が強く見えるの何なのよ、あいけいけいけ、もうなんか頑張っても甘い香りから何かが出ます、はい冷たい香り130、冷たい香りそのものの強さは認めるんだけどな、とどめで勝っちまったよ。なかなか普段ないっすね。とどめで勝っちゃうのは。うわ、魔王戦かやばいぞ、これ、おい。勇気をさ、これとどめ勝ちするしかないかも。怪しいな。さあ、オールゴデミア来ましたよ。普段ならとどめ打てるんだけどね。いやー、どうなんだろう。普段なら、確かに普段のチーム紹介とかの動画だったら、もうとどめ打って大魔王につなげるから、魔王はもう踏み台みたいなもんなんですよ。今回に至っては光の玉とかを使って、ちゃんと勇気貯めてやらないといけないから、耐久力が必要なんだよな。さあ行きます。雷術でね、殴りかかります。はい、いやもうなんだこいつ力が低すぎる。まあまあ、ラッキーと見るべきなのか？いや、勇気を貯めないといけないっていう状況からから、いやどうなんだ、ちょっとねマンドレイクはメラゾーマで燃えるしな、いけマシンガンのように種をまく、いくぜーあーうんうんうんそして唯一の三尺のまとも枠、死神なんでおめえそんなまともなんだ、あやるわやるわ、確定命中260の発で確定命中260の発したら自分強い、ナイトリッチが全ての属性に強いとか打撃に強いとかスーパーマンじゃないですか、死神って実はこう見えてミニモンスターでもなんでもないんですよなんでもないっす本当に、なんで死神は完全劣化ですよね、打撃にも弱いし HP も低いしね、ということで死神はもう1点になってるんですけど、なんか死神2点ぐらい投げてもいいかもしれないですね、なんか強く見えます、やばいよく禁止
モンマス99か本当に。頑張れー、くるくるくるー、いくぜー、ほーい。あーやばい、きつい。これ光る魂はたまんないよな。いてつかずされちゃったよね。いてつかずさっきされてたもんね。いけ、雷術いきます。なんで雷の力でさ殴りかかってんの、なんで避けられてるの。で、ね、雷の力が降り注ぐにしてくんない。せめてね、カロンね、デインが使えれば絶対評価違いましたよ。デインは強い呪文だからね、モンバトにおいて。モンバトにおいてやっぱデインが超強いからさ、デイン使えたら全然違ったのにな。なんでドルクマなんだろう。あ、え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 、まさか、え、え、いや、まさか、三尺、ちょ、あ、嘘でしょ。あ、あ、危ない、危ない。天使かな、天使かな、いや、賢者にしても耐える、大丈夫、天使、賢者にしても十分耐えるって。なんかいてはこい、心の中いてはこい、あったっけ、あったかどうか忘れた。瞬時の判断ができなかった今。でもここは700あれば、だって魔王の攻撃って700以上いくことないでしょ基本。ない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 、普通なら。でこのターンにちゃんと勇気貯めて、ちょっといては怖かった、いては怖かった今、停止した時の。いやだよね、そうだよね、あるよね。オッケー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 、そうだよね、危ねえ。賢者にして正解だわ、天使使わなくてよかった。ボタン目怖いな。おお、何してんだお前、いけ、耐久切り裂く、はい、よいしょ。ああ、なんか死神がまともに、あれ、なんか死神超まともに見えてきた。マンドリクなんかさ、もうね、ちゃんとなんか水準ダメージ出てたらなんかいいかなってなり始めましたよ。死神ちゃんがね、割と頑張りますよこいつ。なんか行くぜー、はい、十分だよそんだけ頑張れば。待って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 、大丈夫だよね5ターン目。いけ、雷と共に攻撃なだからなんやねん、なんや雷と共に攻撃って。え、いや、え、え、え、いや、耐えるでしょ、738台は耐えます。しにちゃん頑張って、うわー、いや、100で耐え、あぶねー、あぶねー、わ、必死じゃねえかよ。なんで魔王にこんな苦戦しなきゃいけないの。いやー、ちょっとギリギリすぎないかこれ。でもなんか魔王戦いけないけど、なんかちょっとすごいって思っちゃうの、なんでだろう。正直俺ね、魔王戦でもダメだと思ったわ。いやー、危ない危ない、あの時の采配でよかったわ。あ、なるほど。よもや三尺ごときに我が負けるわけなかろうてと、よもや三尺に負けるわけにあってはならぬと、赤目までするほどではないと。赤目までして勝ったらそれはプライドが許されんだね、オルゴデミーラ。いや、待って、本当に怖いんだけど、大丈夫かな。避けて、死にちゃん、死に神避けてくれ、頼む。うわー、避けて、誰、カロン、カロンだ、死に神、仕方ない、仕方ないよ、ここの動けないはもう仕方ないけど、カロンが避けた、今、いい、何パーだ、お前、いけ、おら、頑張り、うわー、188、避けてるんだよ、避けてるけど、きついな。マンドリックよく止まんなかったね。いけいけい、しっかり当てれば大丈夫だよ。よし、打撃は通る、打撃はそこそこ通るから、しっかり当てれば大丈夫だ。もうカロンは何をしていいか分かんないけど、とりあえずなんかさっきの余計はなんかピサロの手先感あるぞお前。ピサロの手先だな、うん、平石いきます。いけいけ、雷の力くらえ。おお、あかん、あかん、150ってどうなってんのもう。ええ、やだって、どうなの、え、どうなの。いやでもカロンと死神は賢いからなんとかなるんじゃないかな。まだ大丈夫なはず。いや、まだ大、きついな。迷うね、4ターン目まで待ちたいの俺ここね。4ターン目まで待ちたいわ俺。なんでかっていうと、4ターン目に確定防御できる、こいつ4ターン目確定防御ができるはずなの。だからここ待ちたい。奇跡も魔法もあるんだよ、新三尺で大魔王倒してやんよ、見せてやるよ。でもな、これ火力足んないかもしんない、これじゃあ
4ターン目確定防御してもさ、火力足りる？ちょっとカロンがね200しか出てないんだ。いけ、頑張れカロン、頑張れ。何してんのおめえは。このターン叩きつけられたら終わりだぞ。おい、このターン叩きつけるくらったら終わりだぞ。え、しかもボーダーが全然足んねえ。あ、いた、いた。どうしよう、ここさ、あえて攻めない。確定防御はできるよ、確定防御できるけど、5ターン目の高校イテハとかされたらもう負けだから、あえて攻めよう。本当は風マンの方がいいんだけど、避ける、もう避けることにかけてみない。逆に天地邪法か身も凍ろうたけびです。だから身も凍ろうたけび引いちゃったら結局ダメなんですよ。だからここで押し切る、一気に押し切りたい。ここで、おっと、相手の攻撃、大丈夫か、頑張れ頑張れ。うわー、危ねー。カロンとマンドレイクだ、終わった終わった。マンドレイクが動いてないのはダメだ。マンドレイク動かないと勇気たまんねえんだ。マンドレイクがね動いてくれたらよかったんだけどね。これこれはもうやばいね。5ターン目、ここいてはです。いや待って、やばいなこれ。こう先手いてはがあればいいんだけど、もうやばい、詰んでる、あー詰んでる、やばい。もうだってこのターンのオルゴデミラの行動っていてはかマヘドだよ。どっち引いても負けだよこれじゃ。ターン目の高校いてはとかされたらもう負けだから、ターン目の高校いてはとかされたらもう負けだから、見つけ、あー50%、ゴアに当たる、あー確定も確定しました、確定、あああれあれ、なんかさ、なんかさ、俺一つ言っていい？この辺りの光景さ、よくどっかで見てる。あ、もう一思いにやってくれ、もすべてを滅する天地じゃ。ご視聴ありがとうございました。どっかなんだこいつ。勝てるか。こんなんで勝てるわけないじゃん。